はい、昨日ねプレリリースだったんですけどね、もう東京ね台風直撃、首都圏の電車が止まる、もう大惨事でしたね。皆さんいかがでしたか、じゃないわ、どうでしたか、生きてますかちゃんと。まあ、とりあえずねそんな中ね、僕プレリリース行ってきたんですよ。もう楽しすぎてね、ラブニカのギルド絶対俺1回しか行かないと思ってたのに、もうまさかね嵐が近づいてるにもかかわらず、もうこれ行くしかねえと思って、もう起きた俺を抑えることができなくて、そのままプレリリース行ってきたんですけど、やっぱもういろんな店ね早じまいだったんで、結局2回戦しか遊べなかったんですよね。2回戦ですぐ終わっちゃったんですけど、なんとね、ちょっと待って、俺はどこ行った、あれ、あったあった、そう、まあまあ、2回しか遊べなかったんですけど、手に入れましたよ、トロフィーフォイル、イエーイ、トロフィーフォイル。俺は別にそんなに嬉しくはないけど、でもね、みんな欲しがってるトロフィーフォイルゲットして、ちょっと優越感に浸りました。で、結果はね、結局2回しかできなかったんで1勝1敗だったんですけど、ちょっと俺の中でこの環境がね見えてきた気がするんで、ご託聞いてくださいよ。小粒がめっちゃいるんですよね、その2-3とか1-2とか1-3とか3-1とかで、気づいたらパワー4ってマジで小物にいないんですよ。2枚なんかその、なんだろう、採用しやすいので、だからゴルガリの回復持ちの宿根付きの4-4とか、召集持ちの4-4警戒とか、あとなんかまあ6-4の宿根のワームとかぐらいしかいなくて、パワー4って本当にいないんで、だからこれはね、ドラフトやるんだったらこのパワー4が超大事になるだろうなっていうのをちょっと俺の中で気づいたんで皆さんに報告。だからドラフトやるときパワー4かなり大事だと思います。そう、だからまあ逆に言うと、ディミーヤの1-4超砲2のやつとかすげえ壁になるんで、あれで大体守れるし、でタフ1がスーパー弱いんですよね。まずそのトークン1-1いっぱい出るし、でさらにその1-4とか1-3とかいっぱいいるし、全体1点火力は結構有料な古文で2種類あるんで、タフ1はね、そのいつもだったら強い1-1摂氏のやつとかも普通に抜けちゃったぐらい弱いなって思いましたね。ただ共同ボロスが共同するには結構パワー1が欲しくて、その古文でにパワー2の飛行警戒の共同とか、あとまあその3-3共同とかいるんですけど、あの辺はやっぱ1を育てたいので、だからそのパワー1はボロスにとっては結構重要なファクトだったりもするんですけど、そのタフ1は弱いからどう採用するんだろうなっていうのが難しいところではありますね。っていうか、だからそのボロスはうまいこと噛み合ったらめちゃくちゃ強いし、変にしか集まんなかったら弱いしっていうので、なんかその強さのムラを非常に感じましたね。でも安定してディミアは強いですね。そのやっぱ重宝が1とかじゃなくて2なんで、大体ついてるカードが不要牌をバンバン弾きながら戦えるので、やっぱその安定感はすごかったですね。ということで結局ね、1試合しかやらなかったんで賞品1パックしかないです。なんでこのね、ラブニカのギルド1パック向いてお別れしようと思います。でね、そう、俺ねパック向いててね、言われたんですよ、お前口が悪いと、口が悪いからその吐き気がすると、だからそんな動画見たくねえっていう風にならないようにね、言葉遣いを気をつけようと思うんですけど、気をつけたらなんか喋れんのかな、ちゃんと。ま、あ、でね、俺一個思うことがあって、その、例えば視聴者さんが、なんか、こういう動画は良くないって聞いたときに、時々聞くのが、じゃあお前そんな動画見るなよっていうやついるかもしれないんですけど、俺基本的にその自分のサイトに上げてるわけじゃないんで、そう言える権利はないと思ってるので、視聴者さんの言うことは多少は気にしていこうと思います。はい、そうだよね、別に YouTube 自分のサイトだったらさ、じゃあ見るなよって言えるけどさ、他人のサイトに上げといて見るなよはさすがに言いづらい気がする。ちょっと待って、俺今日1パックじゃない、まあいいや、レアから行こう。みんなそんな古文とか気にならないだろうし、黒いトロフィー、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 あ、おお来た、トロフィー、うおー、2マナインスタント相手のパーマネント破壊できる、何でも破壊できる、その代わりランドが行っちゃうと、すごい超ついてる、1パックでトロフィー、やったぜ。やっぱ改心したことによって神様が救ってくれた俺を。で、これね、しかもね、相手のコントロールしてるパーマネントだけっていうのは、なんだろう、その、対象をずらされないっていう利点もあるんですけど、自分のトークンとか潰して、その土地詰まり解消とかができないんで、どっちかっていうとこれ弱点なんだよな、相手しか選べないっていうのは。まあ、自分の選べたらね、本当にやばい土地詰まってるっていう時に、トークンとか
殺してね、ランド持ってこれるんで、で、これボロスギルドメイジ。今回ギルドメイジね、マジね、外弱いって言わない。弱いじゃない、ゴミって言っちゃダメなのか。弱いは言っていいのか。ね、6番のタップで3点。対戦相手に3点か。で、3タップで、タップと、弱え、弱いじゃないけど、なんか足りねえよな。で、こいつアンコモンに昇格したな。で、3マナ1、3飛行なんですけど、操作リンスタント唱えるだけでプラ2修正と。だからまあ殴る前に稲妻とかで3点ぶち込んで殴ると、まあ、その本体も焼けてこいつもでかくなってっていうのでね、非常に噛み合ってるカードですね。あとまあその殴る前にあれ出てこねえオプトとかやって、まあ、ドローしてから3点で殴るっていうのもいいし、出たこいつマジ強い。ね、2マナ1に飛行でね、アタックするだけでね、超方1だよ。これダメージ通ったりじゃないのよ、アタックするだけで超方1だから。だからその1、3の雲とかに止められつつもずっとその重宝ができるっていうのでバリ強カードでしたね。しかもその重宝はね、重宝だけでもちょっと強いのにもかかわらず重宝誘発が結構いるんですよ。プライチカウンター乗るだとか、あとなんか1点ドレインだとか。だからやっぱね、重宝は地味ながらもなんかいろんなところで誘発が起きるから強かったな。あ、出たこいつこいつも地味強なんだよ。2マナ21、アタックだけファーストストライクってなんでこれ殴ることしかできねえじゃねえかよと思うけど、この環境ね、ファーストストライクあるだけでね、全然止まらないんだよ。で、こいつ3になったらね、本当に仕事するから。で、こいつは2マナ21で、これもね、殴るだけで相手のクリーチャー1匹マイナー2、マイナー0修正できて、殴りやすいかと思うんですけど、タフ1なんでね、タフ1本当に全除去で、なんかしゃくられるから。で、こいつがれき体のイノシシ4マナ33出た時にプラ2プラ01って与えられると。でも結構強いなこれ。これもね、このね、プラ2プラ0もね、1回だけでもその共同と噛み合えばね、もう育てられなくなったと思うやつも育てられるようになるし。で、こいつカウンターと墓地のカードをライブラリに入れて切り直すと、もうすげえ認定用のカードで、これは2マナの、追加コストでクリーチャーサクって、なるほどね。だから何でも殺せるけど、追加コストにクリーチャー削除を要求すると。だからこれね、ゴルガリのカードなんだけど、セレズニアのトークンとかとね、噛み合わせると非常に強いです。あと、ま、なんだろうな。ラブニカだったら、ネズミとか、あと出た時に同行できる猫とかね、あの辺で無駄なく削っていきたいところで、出た、こいつも強い。2マナ11出た時にプライチカウンター乗っけるっていうのが地味っぽいんですけど、1マナ11飛行反抗の鳥とかをね、2ターン目に、にし殴り出すとね、もうダメージエースぶっ壊れるんで、強い。で、こいつ、5マナ33、もうあるだけでダブルストライク。俺はね、昨日こいつにやられたな。こいつもな、強かったな。しかもなんだろう、バットルとか含めるとほんと即死しちゃうからな。これ3マナ11、ハンコン2体生成なんですけど、これもね、やっぱタフ1が弱いからな。ただ召集って、今回本当に弱いんですよ。その寝かせるタイミングが全然、なくて、その寝かしたら殴られて大変なことになるっていうのが多いから、結局召集ができないで困ってるんですけど、こういうのがあるとね、結構早い段階から召集ができて強いんで、まあドラフトだったらね、取るタイミングが重要なカードで、巧妙の戒め、これは3マナの平和な心なんですけど、その古文にライブラリートップ4枚見てクリーチャーかそのエンチャントをハンドに加えられるっていうセレズニアのやつがいるんで、まあいっぱい取っとくとそいつとしなじれる。で、最後の古文は最大速度1マナでプライチと速攻修正なんですけど、再活があるんで、しかもね、このプライチはね、やっぱり共同があるからね、普段よりも強いんだよね。1個打点上がるだけでその他の隣のやつとかも上げれるので、そうバットリはね、強かったね。はい、ということで非常に濃い1パックだった。はい、今日はですね、超今更ながらこのラブニカギルド診断ってやつをやっていこうと思います。これで俺がね、何属性かを見てもらって、そのギルドに入ろうと思います。それで入れてくれるかどうかは知らないが。で、まずこの上か下どっちかを選ぶと。このまず2択の言葉の、なんか心が惹かれるものを選べっていう、まあ、ざっくりとしたやつをやって、これなんだろう、まあ、銀の計り、ピタゴラ装置、使い込まれた工具、鋼の剣、仮面。なんかもう一個一個連想するんだけど、これ多分オルゾフでしょ？で、ボロス。工具なんだろう、イゼットかな。ピタゴラ装置、これもイゼットじゃん。イゼット2個あるじゃん。で、銀の計りってなんだよ。あれ、意外とそうでもないかも。あれ、なんだこれ。もうこれ漢字読めないわ。なんとかのペン、レモンの香りがする空白のページ。ちょっと俺これ興味惹かれるわ。で、ろうそく動物を角美しい結び目を作る。下かな、下でいこう。もうこれね、好きな本のね、
そのカバーね、一択なんだよ。もう これしかないっしょ。なんかこのスティーブン・キングの新作みたいなの、もう圧倒的これなんだけど。で、どちらかといえばあなたは正しい人、狡猾な人、誠実な人、自由な人、寛容な人。寛容か。どうだろう。そんな賢くはないけど、ずるいから これかな。で、あなたを最も苛立たせるのは大気。大気はいない。ということは、怠惰な人、ルールを無視する人、不寛容な人、稚拙な人、利己主義な人。利己主義は結構好きだよ。稚拙はね、稚拙はなんかあの、学ぶ向上心があるのはすごい好き。で、不寛容な人も、まあ俺はね、結構怒られる側の人間だから、こういう人がいて成長するのもあるから嫌いじゃなくて、ルールを無視する人、もうそうだな、ちょっと俺が割とルールを無視する人だから、これが増えると困るような。で、怠惰な人、怠惰もな、俺が怠惰だからね、増えると困るんだよな。だからこのどっちかだな、ルールを無視する人、怠惰な人。まあルールを無視するやつでも向上心があるやつは好きだから、こっちかな。これ一番やる気ないやつ。で、あなたの人生に最も保障してほしいものは、自己決定権、秩序、表現の自由、こういう整備された環境。難しいね。自己決定権、これどの規模かにもよるけどな。なんかもうその奴隷みたいのになるっていうのだったら絶対嫌だし、秩序はね、俺はそのルールを守れないタイプの人だから、あんまそのやられると自分が困るからな。で、表現の自由、これは結構ね、大事にしてほしいよね。いろんなことしたい。で、こういうもね、大事なんだけど、俺それ以上になんか物がね、なんか壊れてたりするとハイパーイラ立つんですよ。なんかパソコンが不調だったりとかするだけで、うわーってなるから、これだろうな。イゼットかな、俺。で、パーティーの場であなたは主催側を務め、パーティーを無事終わらせる。違うな、もうほんと自分が楽しければいいのスタンスになっちゃってるから、なんかあんまそういう手伝いとかに気が回ってないから、これじゃないし。で、人間観察に努め、いつか話すべき人物を見極めて立ち去る立ち去らないけど、なんかこいつ面白そうだなって思うのを観察するのは好きかもしれない。注目を浴びるようなことをする。意外とこういうことしないよね。で、日常生活から離れ、羽目を外す。もうあんましないよな、普段とあんま変わんないから。で、友人と共にゆっくり楽しむ。これもね、なんか無難だ。もうこれは絶対これだな。なんかこんなかっこいい感じじゃないけどね、あいつ面白そうとか、そういう感じで見てると思う。なんでしょう、僕はディミア家。俺ディミアだったのか。スパイ、実はスパイである一般人。実はってなんだよ、知らないの自分が。で、実は他のスパイのスパイをしているスパイ、どういうことやねんえ。で、あなたは秘密主義で用心深い人です。観察力が鋭く、知識も豊富です。ディミア家は情報の監視者であり、たとえラブニーカーが彼らの監視の目から逃れたとしても、それは変わりません。ディミア、精神魔導士やスパイ、暗殺者など、捜査や潜入に、長けた者たちのギルドです。あなたは基本的にプライベートを大事にする、かもしんないね。で、興味を惹かれた者には徹底的に力を入れます。最後の方は結構合ってるぞ。で、あなたはゴルガリアシミックでもうまくやれるでしょう。なるほど、俺はディミアだ。I am ディミア。でもディミアね、そのリミテこそ強かったけど、基本的にスタンとかで強かったことは一度もないっていうか、なんかそのアーキタイプにすらなってないからな、今まで。そうか、俺はディミアだったのか。